やっぱ眉毛な、ちょっと待って、眉毛なさすぎない？ちょっとさすがになんか眉毛なくない？やだ、眉毛ないこと全然気づかなかった、最悪。眉毛ないから普通に考えて、あ、眉毛な、なんでこんな眉毛ない、マジ思う。ちょっと眉毛描き足してみる、これで描き足されるのかわかんないけど、描き足されてないね、ありがとう。眉毛がないです、全然描き足されてはない。まあいいや、もういいやいいや、眉毛がない、だるま、金、こんばんは。今日さ、ずっと帽子かぶってたからさ、本当にぺったんこなんですね。うん、ゴールデンウィークだね、それな。今日の最後の一曲はなんだっけ、マックス時、ゴールデンウィーク大学あります、なぜなぜ、流行りのやつ、なぜなぜ、本当に流行りについていけないですね最近。ねめほもありがとう、ありがとうね。そう、大学祝日ないマジで。なぜなぜ、大学は祝日あんまり休みじゃないの、なぜなぜ。やっほーなんかデコって感じ、やっほーやっほー、お疲れ今日も。あ、気にする、前、嘘、なぜなぜ、あれだよね、ねえ呼び出しなんて何何って、今日のこと忘れて楽しみたいのにな、ってあれって、ねえ呼び出しなんて何何、なぜなぜ。眉毛ないの、なぜなぜ。もうおかしい、どうもありがとう。マジで眉毛ない、マジで眉毛ない、なんでこんなに眉毛ないの、意味わかんないから、普通に考えて。ほらありがとう、あ、公園行きます、イエーイ、ありがとう。これもらったやつつけようかな、剃ってない、最近剃ってないの、もらったの意味、なんかあれでしょ、なぜなぜってあれの派生なんでしょ、なんだっけ、なんだっけ、キャンディーチューンじゃなくてフルーツジッパー、フルッパーか、疲れ、キャンディーチューン、キャンディーチューンもあるよね、なんか同じ事務所の、私、あ、知らない、コナン、ありがとう、あ、俺の嫁、ありがとう。ルッパーじゃないの、キュンラブ、これありがとう。あれ、村上ビビアン、村上ビビアンちゃん、ビビアンさんだっけ、村上ビビアンさんじゃなかったっけ、そういう人がいるグループですよね。こんばんは、あのキャンディーチューンみたいな名前のは、そうだよね、高嶺のなでしこもね、かわいいですね、高嶺のなでしこね、そうそうそう、 HKT だった、 HKT さんだった方です、
な、高山大志子もね可愛いよね。確かにあの子が好きだな。なんだっけ名前、なんだっけ、もしもし、オッケー、なんだっけ、あのラスアイだった子で、なんかももなちゃんとももこちゃんと、ももこちゃんだよね、ももなちゃん、ももこちゃん、あともう一人、もう一人の子が一番好きです。触覚がなくてポニーテールみたいな子です。あの子が好きです。ビアンス、ビアンはスー、あゆみちゃんも好きだけど違う、か猫の何だったっけな、ひめりちゃんみたいな、そうそう、ひめりちゃんだ、ひめりちゃんが一番かわいいなって思います。ありがとう。ちょっとねもう、ありがとうだるま、やばい、やばくないけど、そうね、タカネコね可愛いよね。じゃあなんかハニワが世代だからさ、なんかめっちゃあれ、ハニワ楽曲提供じゃんタカネコって、そうだよね、だからハニワ世代だからなんかあれなんだよね、自然と。そうタカネコはハニワの提供だから、え、だからさ可愛くてごめんとかも歌ってるよね。そう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 、ハニワめっちゃハニワ、キュンキュンの、ありがとうだるま、二度目ありがとう。そうそう、ハニワとなんかティフのオーディションだよねあれって、ティフ主催のやつでじゃないっけ。おすすめ何だったかな、なんか乙女たちみたいな、なかったっけな、テレ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 ってやつ、透明ドロップ、あ、そんな気がする。え、枯れ合いは、枯れないアイボリーは、長い乙女たち、テレレレテレレレレ、やらないらい、透明ドロップ、こんばんは。私あんまりわかんないの、なんか高猫しかわからない。今回ありがとう、どうしよう、忘れちゃいそう。あのさ、あの昨日配信、カレーは違うんだ、昨日配信いらっしゃらなかった方もいるかもしれないから言うんだけど、なんか歌唱力までに、ん、歌唱力まで毎日1曲歌うって決めたの、この配信あさっての声まで、松本わかります、松本ももなちゃん、毎日一曲歌うって決めて、でなんか昨日歌いますって言ったやつがあるんですけど、でそれ覚えたんだけど忘れちゃいそう。え、ほら、カレーアイもハニワじゃん。ユーユーラブリー、誰もありがとう、100回目、ありがとう。そうそうそう、マックス時、あの覚えたんだけど忘れちゃいそう。こんにちはだな、もうでももうちょっと人集まってからの方がいいなって思って、その話記憶ない、嘘、ハニワプロデュース、おい忘れない、頑張る、だからちょっと曖昧になっちゃう。あ、そうそうそう、ファイナリストの方が歌ってた記憶、私もそれ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 知ってる。
あ、ありがとう。マジマジで。あ、そうそうそう、その本当に最近聞き始めた曲っていうかさ、わかる？あの、あ、そうそう、短時間で覚えたやつ。そうなの、今日覚えようと思って覚えたやつ。なんか覚えようと思って聞いてないと覚わんないみたいな感じじゃん。だから意外と覚えてなかったっていう話。歌に限らず、それはそう。だるまありがとう、だるまありがとう、こんばんは。違うのよ、昨日明日までに覚えるって言って行ったから。新潟行ったことある？素敵な旅じゃん。そう、毎日だからさ、明日は何がいいかなって。タコありがとう。明日は何がいいかなって思って。キュンキュンラブリー、こんにちは。のなん、初見さんありがとうございます。そうそう、毎日5曲新しいやつ。どうもありがとう、こんばんは。ネモハムルーマー、なんかできれば新しい曲1個歌いたいの。なんか別にその流れで、あの、その流れで知ってるやつ歌うのは全然いいんだけど。そうだ、渡り鳥たち空を見えない、ちょっと待ってね、メモるわ。どこかにメモが、あ、ちょっと紫で書き始めたけど紫が全然出ない。ファーストラビットはね、微妙ですね。そうにしよう。どうもありがとう。ん？曲はね、今日は決まってるよ。100万リットルってあるの？あー、前のリクエスト確かに。確かに前のリクエストもあるの。あ、じゃあ会いたいよ、こんばんは。蒸発した水分、確かにいっぱい
止まってるわ。確かに。確かに。それもそうだね。まあいいや、じゃあ一旦ここでは締め切り。週末のというと。まあいいや、これで一旦。こんばんは。バージニティ終わりね。まあいいや、じゃあ適当に選んでやるので、またなんだ気が。あの練習のつもりなんだろう、なんか練習というよりかはなんとなくイベントに乗っかってるっていう感じ。迷惑じゃないよ、なんか特大イベントがあるからそれにちなんだ何かをしたいってだけ。なんか正味アイドルの曲練習にはならない、練習にはならないっていうか、その普通の J-POP とかそこら辺とアイドルの曲と花の歌い方が違うから、あんまりあのそのあれなんだけど、なんとなくそのそう歌唱力のモチベ上げるみたいな。そんだけだから大丈夫。勝手に花があの確かに、あ確かにじゃない、ただなんだろう、なんだろう、初めての歌唱力だから、そうなんかなんとなく、あとなんか歌唱力出るって出たからさ、もしかしたらその歌唱力ファンの人が見に来てるかもしんないから、なんとなくこれで全然ダメダメだったらやばいんだけどね、全然ダメダメかもしんないんだけど、もしかしたら今日も最初からダメダメかもしれないんですけど。うわ7位だ、すごい。今日始まった時12位だったのに、イエーイ。歌唱力、歌唱力どうすれば上がりますか、難しいですね、そんな上がらないですけど、誰もありがとう。じゃあもうちょっとさ、忘れちゃうっていうか、もう今忘れてそうだからちょっと曖昧。え本当に緊張するよ、私本当にそれが一番ですよ。よいしょ、いやもうありがとうね、なんか消しようとか言ってくれて、本当にこの空間を楽しんでおきます。みんなが消しようとか言ってくれる空間を、もうなんか私はもう今無理な気がしてる、もうやばい。けど言霊ってあるから、みんなが言ってくれるから、泣きの5回までは認めてくれる。 OK、 じゃあ29位ハートさ、文字入り普通のカラー、どっちの方がいいんだろう。でもただあんまりなんかどうだろうな、近くで見せてくれるのは文字入りがいい。ありがとう。じゃあちょっと行ってみよう。
一回ね、一旦ね、一旦ちょっとあのね、サビは覚えてんだよ、めっちゃちゃんと。多分これサビ覚えてるとか言って覚えてなかったら嫌なんだけど、ちょっとーん、これか、なんだったかな、最初の入りが全然思い出せない。いいや、一旦流してみるね。ちょっと全然ダメだったら、あ、ちょ、もう一回リベンジするとか言うかもしんないから。え、待って、こんなんだったっけ。れば近づく美しい青町、希望が住むと信じてきた私が生まれ育った、全てを知ってほしい、一番大事な人。もう全然わかんない。え、どうしよう。約束した未来はいつも思ったよりも優しくて風景が夢が叶うと、その思いが溢れ出して、ちょっと見るから、ずっと会いたくなる。ちょ、やめよう、ちょっとひどすぎない？ちょっと待ってて、最後のトンネルをですね、すっとぼけだわ、これ。すっとぼけ。100点中10点、それはそう。あ、よかった。人少なくてよかった。ひどすぎ。ちょ、びっくりした、今自分で。始まる前歌えてたのに。なんやばすぎ、本当に。始まる前さカラオケでさ5回ぐらい歌ってきたの。いけると思ったんだけどね。無理でした。そう、変な自信だった、本当に。そう、ちゃんとさ、あのアップルミュージックで、あの歌ってる人の音あの小さくしてさ、5回ぐらいやったんだけどね。ダメでしたね、一時記憶でした。でも多分これ配信終わったら思い出すんだよ。そういうことない？なんかそれな、めっちゃ念入りやってるよね。だって今日さ、あの駅からこれあの言い訳タイム。駅から歩いて帰ったんだけど、その時もずっと流してたんだよ、あの歌詞見ながら。こうやってイヤホンじゃないけど、めっちゃ言い訳タイムだよ。そうで、どうもありがとう。そう、言い訳タイムです、これは。ガチでごめんなさい。本当にごめんなさい。でも途中でやめてよかったです、これは。途中でやめてよかったです。言い訳なんかしていいわけ。いや、マジでするとガチそれな。
メイビーですね。よかった。え、じゃあ、ちょっと。これで明日とか言うとまたできないんだよね、きっと。いやー、ちょっと待ってね。これさ、毎日新しい歌いけんの？無理な気がしない？無理じゃね？普通になんか思ったけど。これ毎日さ覚えるって言ったけどさ、絶対無理だよね。知ってる曲にする？やばすぎ、本当にやばすぎだろ。募ったらゆっくり練習して5日に1曲？待って、歌唱力のさ予選っていつだっけ？一つの曲を上手に歌う、それはそうだわ。作戦練ろう。5月頭？5月頭なの？放送が5月末。歌唱力も曲知るのギリ。校曲はやっと来たんですよ。だけどまだ決まってない。その誰が何の曲かとか決まってないから、なんか正味今はまだ練習のしようがないんですよね。そう、校曲ね、そうだね、カラオケでよく歌うなみたいな曲はあるけど、それがうまく歌えるかどうかちょっとわからない。こんばんは。そうなんだよね。だるまありがとう。だから5月末放送なんだ。やば、激ヤバじゃん。え、これさ、ピアノ弾く人も大変じゃない？ピアノだよね、伴奏。歌手力一番楽しみ？それはそう、歌える曲完成だけど、放送が5月末。予選は中旬あたり。え、ってことだよね。やばくない？え、だからもうやばいんだって。え、やばいってみんな。ね、ガチガチガチ。ね、ガチでやばい、本当にやばい。しかもめっちゃ人多い。もうどうすればいい？私さ、 AKB さんのさ、成田小日向ちゃんめっちゃ上手だと思う。めっちゃ上手じゃない？え、去年のファイナリストの方何人出ないんですか？決勝放送死んだ。え、ピアノの人ね。あー、弾ける曲、なるほどね。ハートありがとう。焦っても時間、それな、マジそれな。いや、そこそこ出る。何よ、半分ぐらい。あ、マジ？どうもありがとう。それもありがとう。もうやばいって本当に、ガチやばいから。しかも結構さ、12期出るよね。うちらさ、今それは分かってるんだよ。分かってるよ。何言っても、いや、人生若いけどめっちゃいいんだね。ゆのぶほんありがとう。私さ、もうそりゃそうか、そう、
柿沼し出るの知らなかったの、教えてよ柿沼出るの知らなかったんだけど、嬉しい。そう、柿沼ぴょんが出るの知らなかった。びっくりしたよね。こいちゃんのそんなさ、素振りなかったからさ。ねえ、知らなかった。誰か配信で話してたなら教えてよ。ほら、ありがとう。使命多いからないねえ。発表まで内緒だったの？テレビ。2分もテレビで映れるの？誰か教えてよ。知らなかったんだけど。なんかその発表された時、みゆちゃんと一緒にいたんだけど、あの歌唱力誰が出るかみたいなで、かきれなじゃんみたいな。そのなんか最初にあの私あのあんま12期変わってないだろうなって思ってあんましっかり見てなくて、その正規メンバーの人ばっかり見てたんですよね。そしたらみゆちゃんが「かきれながいる！」みたいな「みたいな、そう2人でびっくりしてた。2分なんだね、ありがとう。ん？決勝行ってる時だけ？こんばんは。予選は？予選は2分も映んない。そう、研究生増えると思わなかった。あ、でもさくらさん出るみたいなのはブログで読んだから。初音もありがとう。あ、予選全員なんだ。やだな、ヘマしそうだな。いいこと。それはそう、経験だね。初音もありがとう。楽しそうですね。でもなんか多分みんな同じ日だよね。初音もありがとう。来年に生かす？そうね、審査員さん1日で50人くらい死んだ死んだ。審査員さんどんな人なんだろうね。同じか、去年と同じですか。どうもありがとうございました。ありがとう、ありがとう。でもねね、コビコビユリ、いや、ありがとう、そんなこと言ってくれて。でもなんかね、頑張らなきゃって思いますね。マジボイトレって感じ。声量を評価する人だった？俺やん、俺。ココハ？次のボイトレはいつだったかな。でも5月に2回ぐらいあった気がする。実力ついてありがとう。キュンキュンラブリーにして誰もありがとう。ハートありがとう。雄大さん、あー頑張らなきゃ。2日間頑張って予選見てます。まあさ、なんかさ、予選とないよ、みんな可愛いもん、そんなの。井上します。決勝ってキャプテンの人見に来るんですか？マキコさんとか見てましたよね。
タとラブリー。いつも通り出せば本当納得できる歌唱ができれば。はーい。ねマキコさん来てたよね去年。こんばんは。環境変わる、それはそう。星いっぱい出る。お、花なん出た。おそろーい。ありがとう。あまこさんとは限らないんだ。ありがとう、花。はい、ありがとう。だるまありがとう。だるまありがとう。ドメありがとう。ちょ、な、何か歌おう。ちょっと刺してるから。この、これ。イヤホン。アナスイみたいな。花がしか出ないから全集中。素晴らしい。だるまありがとう。普段通り歌えば。ありがとうね。そう、イヤホン、イヤホン。そう。ブラン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 。それな、いつも通りが難しい。うん、推しの共演、なるほどね。何歌を知ってる曲。確かに。あ、ミス・アイリさん、どれもありがとう。二度目ありがとう。ね、アイリさん今回出ないんだね。好きなんですけど歌。こんにちは、ナナ。ね、見に来て。もし決勝行けたら見に来て。君はハニカミショートで。お花畑サイリウム、かわいいね。えわかる、アイリさんの歌ね。化粧わかんない。こんにちはな。化粧って生放送ですか。だるまありがとう。生放送なんだ。じゃあ、え？予選は1回だけ？予選は1回だけってこと？だよね、1回で、もうそこで勝ったら決勝なの？会社辞めてでも行く？やばいでしょ、それは。それはやばいよ。どうもありがとう。多分それはマネージャーさんがしてくれる。シアージュなかったら悲しい。それはそう。生放送って公式ツイッターに書いてじゃあ生放送だ。そう、予選と、あ、自分の予定ですか。予選2日に分けて合計20人。はいはい、完成の人生は生きがいとかブランコで想像では寝られない旅の途中。そうね、行けます。じゃ、どうしようどうしよう。
印象付け、確かにね、万華鏡やりたい。次みんないつ公演見るの？明後日見る？平日らしいよ。星も肉を必要。あ、そっか、カホさん。あ、だって DMM、 あ、でも DMM で見るんだね。こんばんは。そう、じゃあ16名プラス4名。はーい、あさっては DMM 行く。なんだ星は。次の公演いつか、5日は5日は DMM？ つか劇場？トレード？お仕事？あんちゃんがDMM 最善？まあまあ DMM でもいいでしょう。いいよいいよ、とてもいいよ。アーカイブでもいいよ。キュンキュンラブリー結婚しまーすありがとう。だるま制服の目入って。科学5月ずっと仕事ですか？え、ちょ、どうしようどうしよう、会いたいみーちゃん生誕。そうだね、頭に入ったのが最後。あらら、餌もらえない。それはそう、すかわいい。あららら、月一で劇場待って、どうしようどうしよう、何かあるかな、何かある。で、あの子ね、あのアイル君に穴開けられました。この豚ちゃん、いつか当選。名古屋来て、劇場行ってるけど制服の目だけ見えないで。あらららら、あらら、3回会いました。はい、こんばんは。豚ちゃんさっき見たら穴開いてたんだよね。ちょっと待って、何買うと。そう、なんか花の部屋でね、一緒に寝ようって言って寝るって言うんだけど、寝るって言うっていうかめっちゃはしゃぐんだけど、花の部屋に来たらもうなんか昨日の夜は、昨日の夜から今日の朝の5時まであの子は寝てなかった。ずっと起きてました。で、ずっとこのクッションで遊んでた。もう本当にやばい、思わせぶりっ子。思わせぶりっ子好きかも。敵チーム声あった。あらら、マジでやばい。これあいつ、あの子ね、本当にやばいですよ。どうもありがとう。いいよ、思わせぶりっ子する。本当にね、本当にずっとずっとね、もうずっと息切れ、本当にもう寝ようと思って。最初なんかクッション、いつもてかもう1個破られたの、クッションだから、あの隠したの。そしたらなんか何か出せみたいな感じだったから、もうしょうがないなってなって豚をあげたの。そしたらなんかそれを噛んで鼻開けやがって、本当にあれ、まあでもあれ、まあそんななんかあれだけど、そう、なんかママの部屋ではママが怒るからぬいぐるみ噛まないって言ってた。あーちゃん見れば、それはそうだね、嬉しいね。そう、なんかママがなんか普段からその自分の方が上だって
ちゃんとそのしつけしてるって、何かあったらすぐ怒るって言ってた。そう、花舐められてる。ママはすごい、本当にママの言うことはね絶対聞く。犬本当にすごい。え、そうだよ、逆ギレされてももっと上から怒るのママは。こらって言ってうーってなんかガルガルみたいなガルガル言ってるんだけど、それに対してまた言うの、なんとかって言ってるでしょまたガルガル言って、なんでそうやって言ってんのって。そう、めっちゃ怒っ、まあ、誰もママには勝てませんね本当に。花はなんかもうね、嘘って分かられてる。そのなんか私の怒り、え、怒った時に言うやつはなんかクラッカーの音とか、そうだっけ、でかい音が好きじゃないんだよアイルが。だからパンするよって言うのいつも。アイくんパンするよって言うけど、嘘って分かってるから全然落ち着かない最悪。でもね、クラッカー持ち出したらね、さすがにちょっとあれだけどね、端っこによる。そうなの、あのね、あとね、ダンボールの音とか嫌いなんだよね。そう、頭良くてちょっとおもろいんだよ。ダンボールの音とか袋のガサガサしてる音とか。でもさ、クラッカーってさ、なんかすごいなんかあれじゃん、焦げた匂いするじゃん、あれ好きじゃない？なんかあんにゃんって感じ。そう、ガサガサしてる袋の音とか聞こえるとすごい警戒してる。そう、鳴らすのちょっとかわいそうね。そしたらね、もうねブルブル震えちゃうの。ふりだとね落ち着かないです、もう落ち着かない。そう、クラッカーね。でもドライヤーとかも好きじゃないよ。そう、プチプチの音はどうだろう。こんばんは。そう、アイル君ストレスになっちゃう。発音もありがとうね。掃除機嫌いだよね、わかる。あとね、多分お風呂好きじゃないアイル君。あのシャワー好きじゃないと思う。だからいつもお店でやってもらわないとできないんだよ、私たちには手に負えない。お風呂ね、本当はさ入れたいけど、そう、お風呂嫌がる泣いたら来るより泣いても来ないよそう、お風呂ね、いやだよね、嫌がるよね。でもね、そもそも噛まれちゃうからね、もうダメなんですよ私ね、噛まれるからね、もう怖いんですよね。一回ここ噛まれたの、やばかった。ここら辺噛まれて、こっちの唇だけボンボンに腫れちゃって、やばかった本当に。こっち半分だけ腫れて、え、鼻何？どういうこと？やばいよね、ここ噛まれるの。いや、そう、服着せるの嫌がってた。怖いよね、普通に手とかも噛まれるし、もう嫌だ。 SK 入ってからじゃないよ、さすがに違う。正直開けてあげたら喜んでた。腫れてない、今腫れてない昔だよ、ママに朝写真送ったもん、朝噛まれて見てくださいって。うー、ちょ待って、本当に何かない？そう、だから歌わない、歌おうと思うけど、なんか何歌えばいいか全然決めらんなくて。
え、それな、あ、思わせぶりっ子でいいの、思わせぶりっ子にするじゃん。公園で顔腫れてたら笑ってます、それはそう、思わせぶりっ子にしようじゃん。みんな知ってる？それな、ずっとトークが続いてる、お任せでいいからさ。マックスだけトラウマ、せーの、やば、これやば、こんな歌を私が歌うんですか、恥ずかしい、言えないです。ピノキオ君もいいね、あとで歌おうじゃん。やだ、私に決めて、君の隣さんよそ見は現金一番が欲しいの、 SNS のその子、それってリアリティなの、小さいあったら私がいいんじゃない、スパイシーよりも甘々がいい、結局私でしょ、思わせぶりか、好きかも、だからチューチューチューってして、チューチューチューがいい、愛をギュッと絞って、フレッシュなラブポーションだって、チューチューチューじゃなきゃ、チューチューキューじゃいいや、ヒロインの登場で君はやっとヒーローになる。これ恥ずかしい歌うの。やだ、早く気づいて、でっかいこの愛情に思わせ、無理なの私じゃなくて君、君は君のままで、私私のまま、温度は熱々、幸せになろうよ、優しいねよりも可愛いが好き、こんなに思ってるの私だけかな、やだよ、今はちょちょちょっとキュッでキュッキュッキュッてして、女の子とウサギは孤独でも生きられるのだけど、キュッキュッキュッてずっとキュッキュッチューもずっと、私を逃したなら君は一生後悔するわ。難しいなこれ。白二つでハートになって、ピースを逆で猫耳で、ね、こっち来て耳ちっちゃい声で好きよ、キュッ、やばやば、めっちゃやばくないこれ。だって君がいいの、君じゃないと恋は私が作る、愛は君が作ってね、だからもっともっと求めて、すごくすごく愛して、ちょっとぶりっ子だけど、それ以上に繊細です、だからチューチューチューじゃなきゃ、チューチューキューでもいい、ヒロインの登場で映画館は拍手の嵐、やばいでしょ、恥ずかしくない、恥ずかしいんだけどこれ、やばいでしょやばすぎ、こんなん私が歌う歌じゃないやろ絶対、やばいやろ、大丈夫そう、二度目ありがとうえぐっ、遠くからリクエストやば、テューテューって何、何の音だ、テューテューって、シェキピはやだ
この間歌ったシュキピョン。あ、そんなことない、ありがとうね。シュキピョンはい次、はい次、ちょっと待ってね。キュンですか？キュン。可愛い曲なの今日は。まだ来ないです。明後日くらいまで来ないです。なぜなんで Monday 聞かないで Just say きっと理解できないだろう。 Wednesday 毎日 Thursday 見かけて Friday 思い続けてきた Saturday もっと会いたいなんて不思議だ。きっと僕は声をかけられない。目と出会うと胸が締め付けられる。電車の窓で鏡代わりに春の制服そっとチェックして、腕に巻いてた真っ黒なヘアゴムでポニーテールに髪を束ねた。君のその仕草に燃えちゃってあっという間に虜になった。静電気みたいにほんの一瞬で何もなかったようにさりげなく遠い場所から見守っていよう。そんな思いさえ気づいていない時計に君を抱きしめたくなった。キュン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  I just fall in love with you。 キュンキュンキュン愛おしい、キュンキュンキュン愛おしい。止まった。せーの。頭がいっぱいだ。夜が来てもなかなか眠れないだよ。電車の中に紛れ込んできた。もう症状が肩に止まったとき、君は両手でそっと捕まえて、開けた窓から逃がしてあげた。僕にできることは何でもしよう。君のためなら何でもできる。真っ白な心汚れないように守ってあげたい。僕にできないことを何とかしよう。来てくれたら力になるのに。好きというのは反射神経。そんなことでキュンとするの。君に笑われちゃうね。思いがけない大
こうやって人は恋に落ちるのか、始まる瞬間、君のその仕草に燃えちゃって、あっという間に虜になった。静電気みたいにほんの一瞬でビリビリしたよ。何もなかったようにさりげなく、遠い場所から見守っていよう。そんな思いさえ気づいていない、余計に君を抱きしめたくなった。キュン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 どうして、キュン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 どうして、 I just fall in love with you。 キュンキュンキュン切ない、キュンキュンキュン切ない、 You know I can't stop loving you。 なんかごめんからずっとなんか電車の話。おー、ブン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 、すごいすごいバイクの音、やばい。キュンキュンラブリーで歌おう。何それ、無事到着。もうダメだ。それな、車両詳しい、わかんない。私にわかるのは、あのマックス・トキが歌えなかったということだけ。なんだ、どうしよう。何歌うかね、今見てたんだけど。シャワー行ってきていいよ。部活中？くしゃみ出そう。いや、怒ってないよ。怒ってないけど、もうわからない。どういうかな。部活中に目が合うなって思ってたんだ。空と太陽が僕たちを見ている。もういい、みんながコメントで話してるから私は勝手に歌っちゃうよ。強い日差し照りつける、校庭走る君を見つけ、気づいてくれ神様に願うだけ。見てるだけで十分と思っていたなのに、なぜか期待してる8月の
マジでね、あのマックス好き。はあの失敗に終わりました。上がってくらいに上げて、もう一度。僕はいてもだってもいられずに、暗い道を自転車でただ走る目的地。ありがとう。ああ。おう。うん。ブログに書こうな。何よ。ちょっと待って。え、これ。うん。ん？お休みメール忘れてた。ああ、ソーリーすぎる。え、これさ、私さ。ああ、やらかし。この人さ、あ、10文字以上。これでいいや。あ、OK。ここでみんな今日はお疲れ様。罰で5時配信？何何の罰？みんな今日もお疲れ様だよー。今日はメール忘れの罰。え、そうなの？5時はこんにちは。5時はちょっとなんだっけ。今日は何をしたんだ今日ね。あのね、自主練に行ってきました。行ったかな。なんだっけ、自主練してきて、でなんか時間結構長い時間やってたんです。
何時間？4時間ぐらい？そう。明日ね、あのね、何時だったかな？ 7 時半とか8時半、どっちかに、あの、もうお家出るんですよね。あ、なんか、そう。そうです。なんかだから、4時間ぐらい練習しました。でもね、今日あんまり人がいなかったから、あの、いい感じの、あの、いい感じに自分でできました。あ、お仕事じゃないよ。普通に自分の家の用事で朝早く出てって、多分昼ぐらいからまた自主練習に行くかな。で、明日はね、はじめまして。明日は、あの、なんだっけ。あ、そう。お母さんと妹と、あの、カラオケに行ってきます。自主練してから。そう、なんか自主練、今日やったのの復習的な感じだから、まあそんな長くはやるつもりがない、明日は。あ、笑ってしまった。あーちゃんどうだろう。誰もありがとう。あんま分かんない、最近聞いてない。そう、明日はね、そんなに長くはやるつもりない、自主練。明後日が本番だからさ、あんまやりすぎてもって感じだから。今のあゆ受けそのって顔でしたね。いや、まあん時マジ疲れたなってなってて、なんかもう疲れたってなってて、そのご飯食べずにやっちゃったから、めっちゃお腹も空いたから。でもね、今日夜ね食べたんで、夜はね、あの、牛角食べた。3人のカラオケ配信しません。分からん、あゆ歌うかな。歌ってない、歌わん気がする。歌うかな、分からん。牛角食べました。美味しかったです。そうです。何レイヤー時代って。あー、レイヤーカット可愛かったっしょ、あれ。昔の写真だけど、こんばんは。昔の写真、今日のやつはね、結構可愛かったんですよね。入ってたから歌も、わかんない。でも、さあ、あ、レイヤー時代、そう、レイヤー。ママ、イコラブ歌いません。あ、どうもありがとう。声、あの、わかんないけど、でも、そんな、あの、あーちゃんはアイドルの曲知らないから、アイドルの曲しか歌わなきゃいけないから、いや、流せあるでしょ。そう、合格後で、本当に、メールが、あーとね、あれは、8月末の写真。そう。かわいいんだよね、あれ。なんか、本当は姫カットみたいな感じで、ここら辺で切ってたの。だけど、伸びてあそこぐらいまで行ってたの。かわいい、ありがとう。そうもありがとう。今何時何分ですか？完璧。38分か。そう、そんな感じの一日でした、今日は。そろそろ運転再開？何がいい？そうね、何がいいかな。これにしてみる。てっぺんかな、締めの分がない。あ、そういうこと。明日も一日一緒に頑張ろうね。みんな大好きだよ、花なんより。これにしよう。おはよう。いいじいいいじ
面白いじゃん。いいね、野菜シスターズ。いいね。おはようって可愛いですよね。教育番組のお姉さんかもしれない。まだマックスと聞いて言われる。これにしよう。でもこれ歌えないかも。私に期待しないで、理想の彼女になってきっとなれない。
して私のことを選んでくれたの。仲良しグループ映画の帰りに横に並んだあなたが好きだって言うなんて想像もしてなかったの。見つめられたらプレッシャー、愛になれてないから、私に期待しないで、今のままじゃダメなんだ、綺麗になりたい、プレッシャー。これってでね、じゃんけん大会やりたいです。こないだ勝てなかった。やがて止まった 10%。 みんな花と言われたくない、愛しさは勘違い、だけどどこか違うわ、見つめられたらプレッシャー、愛が重すぎるから、私は私はチョキで勝ちたい、チョキで勝ちたいです。だからみんなパー出してもらう。あ、私ちょっとわかんないです。はい、49。すごい、忘れました。私はチョキで勝つかな。あ、これ。テンショ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 ンテンションマックス。ドゥルル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 。どうしようね。ないかな。あ、これ歌ったこと、何気歌ったことないやつにしよう。これにしよう。めっちゃ懐かしいけど、後出しで負けたら意味ないよ。
歌ったことないよ、これは私。強き者よ、真の勇者よ、戦い終えた後で誰のため流すのだろう、その涙。風は儚いもの、すぐに向きを変える、運の巡り合わせに雨も男女よもう。わみんな下車する駅行ってる、おもろ。あ、ごめんなさい、知らない女の人の声が聞こえたかも。13位、カステラありがとう。12位、カニサザのアバターの方ありがとう。11位、マスクつけたクロミちゃんありがとう。10位、マヨメロありがとう。9位、マカロン猫ありがとう。8位、ク
黒猫ありがとう。7位桃星人ありがとう。6位リラックマありがとう。5位パンダありがとう。4位アマビエありがとう。3位鉄ボールありがとう。2位魔法少女ありがとう。1位キャムヒョコありがとう。以上でした。またリベンジします。マックスさん、マックス時リアルに欲しいリアルだった。バイバーイ。そうだよ、強き者よ。で、なんかこんな感じ。なんかこんな感じじゃなかった？なんか後で映像を見よう。もう一回久しぶりに。バイバーイ。今何分？まだ3分あるの？じゃあじゃんけんしよう。最初はグーじゃんけんポン。俺の勝ち。俺の勝ち。わ、なんかやばい、こんなことしてくる。あのちょっとちょっと前のいる、なんかキュンですってキュンです、キュンですっていつ、めっちゃ前、もしかしてキュンです、キュンですって前、もしかしてハートの作り方とかいろいろあったよね。そうそう、これが普通じゃん。でこれでしょ、これでしょ、何があるの、あとかも流行ってるんじゃない？あと何？こんな感じ。は？あ、これ？あ、これ？これ？こういうこと？これはダサい。バイバイ。ガオバイバイ。またね、もうそろそろ終わるよね、きっと。おやすみ。おやすみ。バイバーイ。おやすみー。おやすみー。好きです、ハナも好きです。結婚、うん、バイバイ。トゥ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 。ツーショット買いました。バイバイ。